どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人大野高弘と申します。よろしくお願いします。さあ、今日はね、もうガッチガチのオーダーで、リアタイやっていきたいと思います。さあ、今現状じゃあ大野さんとどういうオーダーなんですかという感じだと思うんですけども、まあざっくりとこんな感じですね。そんな変わってないそんな変わってないですね。まあ唯一こう懸念材料を、挙げるとするならば、キャッチャーの城島さんが突れない、まずここ一つですね。まあだからここに僕は古田さんを置きたいんですよ。絶対古田さんを取りに行きたい。であとはサードの落合さんの守備どうなんですか。まあそのぐらいかな。現状打者はそんな感じですね。でピッチャーはまあ本当ね、先発陣はもう揃いました。はい、ダルビッシュ、山本由伸、千賀、山岡、大野雄大と、最強の5人が揃いました。で中継ぎもね、金田さんね、かなり使えるんですよね、ワンポイントだとね。で沢村投手のところをね、本当はギャレットにしたいかなとは思ってます。はい、で松永投手、長川投手はもう盤石ですね。で抑えに最強投手、松井裕樹、はい、大会では最強と言われている松井裕樹さん、はい、ね、こんな感じですね。で、まあ、打順は、まあ、見ての通り、いつもと変わらずですね。大谷翔平、吉田正尚、柳田悠岐、落合博満、5番、王会長、坂本勇人、福留孝介、山田哲人、城島健二ですね。はい、こんな感じで、ね、いきたいと思います。今日の先発は、ね、吉信ですね。はい、では参りたいと思います。よろしくお願いします。はい、相手の方ね、達人の方で打率4割3分8人かな。まあ、結構打つ人ですね。まあ、吉信さんがどこまで通用するかで、相手投手が有原投手だったんで、ちょっと今日ね、皆さんにじゃあツーシームの打ち方をちょっと教えたい。ツーシーム名人の僕が、ツーシームの打ち方っていうのをね、教えてあげます。どういう風に大野さん打ってんだということは、まあ皆さん気になると思うんでね。ツーシームってね、なかなかね、打ちにくい。最初ね、危ない。最初のね、関門なんですよね、ツーシームが。まあここ振ってくれたらありがたいかな。振らないか。この人はツーシーム見えてますね。じゃあここ1球ストレートと、これツーシームに見せかけてのストレート、はい、ショートナイス。まあ、ここら辺はね、お、これはツッツですね。ツッツ、ここはツッツはやっぱり僕的には長打警戒かな。これ見えてんのかな、この人。これ見えてんな、この人はツーシーム見えてんな。こういう人ははっきり言って厄介ですね。まあ、僕と同じくツーシーム名人かもしれないんで、ちょっとここはツーシームので攻めるのはちょっとやめてみようかなと。そういう配球も重要ですよね。で、あ、この人ツーシーム投げないんだって思わせておいてのツーシーム、ここがね、積んでる配球って言ってるんですけど、これね、これボール球だったんですけどね。うわ、バース全然スピ負けしてないじゃん。これ振っちゃうんじゃないかな、遅いから。あー、振らないか。この人なんか目いいよな、マジ振ってこないんだけど。あー、うまいですね。さすが打率4割3分8人ですね。わ、掛布さんか。ちょっとここ1回、ここのスプリットどうかな。 OKOKOK、 これ効くよね。ちょっと内角意識させてたんで。あー、これうまい、流してきた。これは流してきたのかな、今。それとも単純に振り遅れたのかな。ここはね、引っ張り警戒ですね。ここのツーシームに手出してくれたら嬉しい。OK。あれ？あ、ダメか。うお。あっか、やってもうた。ここギータか。ここはね、ちょっと引っ掛けたい。引っ掛けさせたいな。高速スライダーで引っ掛けさせたい。ちょっとじゃあ1球、高めのここのストレートどうかな。 OK、 やらす。さあ、じゃあツーシーム名人の異名を持つ私、大野高弘、見せますよ。はい、どういう風に打ってるか。あれ、これシリバンじゃ、シリアニバじゃないな。カットボール全然曲がらないやつだ。まあ、ここらへんもう臭い球は振らない。もうそれはね、鉄則です。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんね。ちょっと今体勢崩れ、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんね。
オッケーいいよ、こいこいこい。はい、これ僕らボールなんですよ。もうねツーシーム名人となるともう分かっちゃうんですよね。ツーシーム名人なんだけど、まあちょっとね、まあフラグ回収というかね、はいはいはい、なんかダメだな今日。集中します。あのね、ツーシーム打つコツっていうのはやっぱね振り遅れないことなんですよね。ほらね、まあだからそのなんて言うんだろうな、ツーシーム、まあストレートとツーシームを基本的に張るで、変化球は反応打ち、まあそれが一番打ちやすいかな。でね、ギータがね一番変化球、変化球じゃないツーシーム打つのうまいんですよこの人。ストレートは絶対振らない、ストレート振らないっていうか臭い球は振らない。あ、もうこれ、あれ、あー今のはちょっと不運でしたね。まあしょうがないしょうがない、今のホームランコースだったけどな。さあここは1球、じゃあここのツーシームどういう反応するんですかっていう、オッケー、こういう反応の人ね、オッケー、こういう人はねありがたいですよ。坂本勇人交代、どんな打線よ。まあでも中地はまあそっか、ここで変えてきましたね。まあ一球ここのスプリット投げてもいいのかなと思いますね。まあ確実に外角を意識させてるから今、まあ、ここで内角、そうだね、ありがとうございます。まあ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 僕クラスになってくるとまあこういう投球はできるかな。お、中日落合さん、ちょっと怖いっすねここは。ちょっとここはボール気味のツーシームでいいかな。オッケー、ナイス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 、まあ、これ振ってくれるのはありがたいね。さあ片付けましょうか。ツーシーム名人大野高弘で片付けますよ。もうねはっきり言って落合さんが決める未来が見えてる俺には。いくよ、はい、まずね、まずはいはい、手始めにツーシーム攻略ね。あれをね打てない人はやっぱちょっとまだ二流かな。あれを打てるようになるのが一流ですね。はい、これはねボールです。はい、もう分かるんですよ、変化量頭に入ってるから。はい、やりました。あれ今ね決まったと思ったね今ね。はい、オッケー、ナイマッチ。あー、これダメだ。あー今のね流せるようになったらいいのかな多分。さあ集中します。はい、これはもうねこういうツーシームにはもう絶対手を出せないですから、もうツーシーム名人ともなるとね。あー、なんかすげー微妙な動画になってんなあー、やべえな、もう中途半端だな。はい、もうドメスで決めよう、ドメスで。はいはい、じゃあ次ツーシーム張ります。もう多分ツーシームだと思うんで、絶対ツーシーム。さあ3球目は何か、打ち上げました。さあ気を取り出していこう。なんか全然打てねえじゃん、どっちとも。本当なんなのこれ。まあゲッツーですね、ゲッツーシフトかな。このねボール球振ってくれるとありがたい。オッケー、ナイスナイス、ゲッツーゲッツーゲッツー、いいよ。でね、まあ、あれ筒香さん交代、もう鈴木誠也か。ここはね俺、うわーめっちゃ、あーこれ特能めっちゃ出てるから変えます。ここはね松井裕樹さんでいきます。まあ特のオッケー全部消せたね、オッケーオッケー、いいよ、チャンスだけね。まあ、ここ長打警戒でいいかな。ここのスライダー振らせたい。じゃあもう一球同じところにツーシームっていうね。オッケー、ありがとうございます。さあ、あ、参りました、出ましたね。ただねヒット数では負けてるんで、まあ、ここどうにかしないといけないな。
さあここ、テツトで行きたいところなんだけども変えます。ジーニー結局この男、うん、最近僕思うんですけどね、左打ちの方が打ちやすいなって感じがしてきたんだよね。なんかさあジーニー行こう。ベンチも勝負に出てますから、ここで決められれば最高でしょうね。うん、そうですね。まあタイピンついてから変化量もそこも頭入れてね、ツーシームの。あーこれはあかんわ、うん、でタイピンちょっと消しに行くか。まあ、左の方が打ちやすいんだけど、まあまあ森捕手に行くかな。チャンス出てくれればありがたい。あーチャンス出なかったか。ただ相手のタイピンも消せたんで、あれ？あ、吉信だ。はいはいはい。この吉信さんはもう確実にツーシーム張ってればいいんですよ。うん。いやっす。これが1球目。はい。これ絶対手出しちゃダメ。行こう。あーやべえ、今スプリットでツーシームに見えた。次が3球目。あーごめんなさい、はいごめんなさいね、ちょっとしょっぱい試合してしまいました。ツーシームねちょっと打ち方を教えますよみたいな感じだったんですけど、ちょっとねしょっぱい試合でしたね。うん、じゃあ最後 A ランク契約書引いて終わります。うん、あ一応ねリーグオーダーあれこれ言ったかな、動画で8万超えたんですよ、うん、8万851、もうすぐ8万1000の世界見えてきますね。だからこの8万1000の世界見るためには王さんと大谷選手まず幻突ですね、コーチ使って、で、山田哲人さんと吉田正尚と森さんは、まあ、A ランクを集めるという感じですね、うん、であと外選手がねもうちょいね A ランク集めてく、集まってくれたらいいですね。あのダルビッシュさんもね外を当てて悔しがってましたね。見ました動画、ダルビッシュさんの外に1枚エナジーかけたよ、あのその日の契約書開封でまた外が出るっていうね、まさかの珍事でしたね。まあ、ピッチャーの方もね極みは結構います、ダルビッシュさん、杉下さん、森さんと、中継ぎがちょっと幻突的じゃないですね、ここら辺もうちょいいければ8万1000、8万2000っていうのが見えてくんじゃないかなと思いますね。ということでね、じゃあ最後、A ランク契約書聞きますか。うん、これでねいい選手出てきたら最高です、お願いします。ということで本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方チャンネル登録、そしてグッドボタンもしくはコメントの方ぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方すべて返信させていただきます。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。